マイフェスと他のマイフェスはほどほどく破棄なさっているのに、原発だけはマイフェス通りなんでしょうか。非常に疑問です。待ってください。この前の事故でもうすでに原発の危険性、強度偽装だとか活断層とかの問題がもうすでに明白なのに、なぜ動かすんでしょうか。そうだよ。このような空港は一刻も早く取り下げていただきたいものです。そうだよ。撤回しろ。時間が要するので、この辺にしておきますが、すぐ次の方元航空自衛官の森岡です、私は、仕事に就いていたとき、国民の生命と財産を守るために働くというふうに教わりました。もちろん命を懸けてです。今命を懸けて戦っているのは誰でしょうか。福島で作業に当たっている人たちではないでしょうか。そうだ。決して野田市長ではありません。そうだ。福島行ってこいよ。ら国のトップになって以上、命を懸けて戦っていただきたいと思います。そうだ。民主主義で主義の国家である以上、国民に説明をしてほしいと思います。そうだ。ぜひ我々の前に出てきてその説明をしていってください。そうだ。福島の作業実態を教えてください。そうだ。よろしくお願いします。すいません、道開けてください。再稼働には絶対反対です。絶対反対。再稼働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 反対。ネットワークのリーダーやってます。お願いします。僕は小林大也と申します。僕は今15歳です。僕に選挙権がなければ僕の声が政治に反映させるなんてことも全くありません。しかしこれから福島第一原子力発電所事故で負の遺産背負っていくのは僕たちです。どうしてくれんだ。未だに福島第一原発事故が収束していないのに再稼働って違ってませんか。そうだ。僕の言ってることおかしいですかね。おかしくない。宮城県名取市閖上というところでは311の日津波の警報が鳴りませんでした。そして名取市では911人もの命が絶たれました。しかし原発は立っています。原発建てる前になぜ町の防災対策を優先することができなかったんですか。そうだ。おかしいぞ。その命と経済どっちが優先なんですか。どっちが決まったんだろう。今日のコールも前回と同じように地声でいきたいと思います。しかし後ろの人たちが聞こえないということなので3つ何を言うか先に言います。子供を守ろうが一番最初、2つ目が地球を守ろう、3つ目が再稼働反対、この3つでいきたいと思います。コールいきます。ありがとうございます。
戻す通り大井原発の現場に柳瀬関ヶ原断層100キロメートルの断層帯でございます。断層が集まりまして断層の帯になっております。これが100キロでございます。それから C 断層15キロございます。活断層でございます。さらにその他にも活断層15キロございまして、原発が稼働できるところ場所ではございません。そうだー。保安院原子力安全保安院、私は福島県福井県の新聞を東京支社からお越しいただきました。保安院は検査はたったの1日でございました。こんなので検査ができるはずがございません。おーベタラブル。大原発には事故の場合に放出しなければいけない、放射性物質を放出しなければいけない、いわゆるベントと言われているものの装置が全くないそうです。そうだ。この装置をですね、つけるところがないから格納容器に直接つけると、それが3年後だそうでございます。どういうことだよ。再稼働ってどういうことになるでしょうか。地元の方々は危険性をよくご存知だそうでございますけど、しかし今回の福島原発でもフィルターがついておりませんでした。フィルターを海外のどのメーカーから輸入し、設計も全部できておりました。しかし東京電力の幹部が費用の点もあるけれども、安全と安全だって言ってたのに大きなフィルターをつけたらあれは何だってことになると、事故の時に放射性物質を放出しなきゃいけないから、だからフィルターがあるんですよって言うと、え、安全じゃなかったら嘘なのってことになるとまずいからフィルターをつけなかったと、こういうわけでございまして、どういうことだ。この意味ももし今回フィルターがついていますとだとしたら、劇的にこの放射性物質の拡散が違っただろうと指摘されております。まだ申し上げていいの。それから福島第一の写真をご覧になってよくお分かりになりますけど、1号機から4号機と5号機6号機写真でだいぶ離れております。1から4号機前月繋がっておりました。5、6も繋がっておりました。しかし1から4と5、6が繋がってなかったんでございます。それで現場で危ないってことになりまして、東京電力の中では危ないってなりまして、設計をいたしまして費用も全部出ておりました。ところが一番上の方に行きましたら、費用がかかるからやめましたと。今回5、6号機の電源はかろうじて生きておりました。ですから今回のこれほどの事故は起こらなかったはずでございます。私はこれは反対だと思います。それからもう一つ、2010年の6月17日2010年6月11日に第一原発2号機で4つの電源全部喪失事故を起こしております。あれはメルトダウン状況でございました。これにつきまして、はい、あの発表きちっと東京電力本社から送っていただいたけども、全くデタラメのことをおっしゃってる。4つの電源が全部ダメになりまして、あれはメルトダウンでございました。残念ながら NHK も南アフリカのワールドカップの中継で全く報道しておりません。この4つのこと、3つのことにつきまして東京電力は私犯罪だと思います。大井原発、これだけの活断層があり、10キロの100キロの活断層があるんですから再稼働おかしいと思います。そうだよ。ありがとうございます。再稼働反対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 。
その通り。僕は都内の某医療系学校に通うものです、今まで総理が説明してくださったものは全ていろいろ右往左往して僕には全く伝わってきません。安全安全と言いながら福島第一原発の事故、福島のこと、今こうして抗議に集まっている方々、私たちのことを野田総理は見てくれているのでしょうか。野田聞いてんのか。僕は人々を守るために医療という世界に入ろうと頑張っているのですが、国のトップがこのような状態では僕はどういった方向で医療を目指しているのかわかりません。そうだよ、人を守るという僕の夢は、一国の総理がこのような事態ではとても口にできません。海外の方に僕は何と言えばいいのでしょうか。そうだ、恥ずかしいぞ。国民の安全を守るために総理はいろいろ考えてくれていると会見でも言っていましたが、一体何を考えているのか分かりません。そうだよ、すべての人が納得できる内容は難しいかもしれませんが、それを考えるのが総理の仕事であり、そうだ、常ではないのでしょうか。そうだ、こうして集まっている人々の意見を少しでも汲んで考えてみてください。そうだ、そして原発の再稼働には反対させてもらいます。そうだ、再稼働反対、再稼働反対。再稼働反対、再稼働反対、再稼働反対。大井を動かすな。野田義彦、聞こえるか。聞こえるか。こっちだけの人数が集まってんだよ。聞こえるか。それからこの辺にいる国会議員とか聞こえるか。おい、聞こえる。民意なんだよ、民衆の声だよ。そうだ、野田義彦、俺はお前の安土市長なんて認めないぞ。そうだ、大体お前が責任取って原発動かすとか言ったふざけたこと言ってんじゃないよ。そうだ、お前が動いてください。事故起きたら切腹しようと殺されようと全然責任なく